株式会社太平洋銀行は1911年に無人会社として創業し1996年3月に債務超過に陥り経営破綻した日本の第二地方銀行である破綻後は桜銀行が新たに出資設立した若塩銀行に営業場とし生産された1911年に相互貯金株式会社として東京 神田人房長に設立。1917年、総合無人株式会社に商号変更。第二本無人への統合にも加わらず独立を守った。1951年10月、総合銀行法の施行で、第一総合銀行に転換した。1956年3月の大蔵省、銀行検査によって、巨額の導入預金と不良貸し出しが発覚。 経営危機に陥り、日本総合銀行、東京総合銀行、平和総合銀行の産行から支援を受けた。再建後は、富士銀行に接近、日本総合銀による救済合併を免れた。以後、トップは大倉省から就任し、生え抜き組と大倉出身者による内紛がたびたび勃発した。1984年には、生え抜きの小林千尋が、 社長に就任。大倉省印刷局長を経て社長についていた青山康光は相談役に追放された。小林の下でバブル経済期には1987年3月末の総資金量は6000億円となり、当時の総議会69業中24位につけた。また、不動産業やいわゆる地上げ業者へ積極的な融資拡大策を取り、 暴力団が手掛け同和団体の大物であった、尾崎清光も関わった東京都八王子市内のによる霊園開発や、当時、地上げの帝王と言われた、西条高山の早坂滝地が1987年12月から、始めた新宿区西新宿界隈の地上げなどに対する2000億円に上る融資を実行した。これら融資が問題となり、1987年12月の、 衆議院土地問題特別委員会で最上高3グループに対する融資が大口融資規制違反として取り上げられ、大倉省は第一総合銀の融資姿勢を指導していくと確約した。これによって大倉省は小林に退陣を要求するが一向にやめなかったため、第一総合銀を決算承認銀行に指定したほか、長期間に及ぶ銀行検査を実施するなどして、 1989年1月、小林はようやく辞任。同年6月の株主総会で、太陽神戸銀行常務が社長に、元大倉官僚が会長にそれぞれ就任。さらに、大倉省が太陽神戸、富士、東海、三和の各校に法賀町を回し、第一総合銀に融資した上で人も出し支援する体制を作った。 同年10月大日銀に転換し、太平洋銀行として発足した。しかし、バブル崩壊によって経営が悪化。1992年には、第二次支援を実施。太陽神戸の後ろ身である桜銀行が、東取や多くの役員を派遣したほか、大倉省、日銀、都銀も、役員を、派遣。さらに都銀4行と日銀が2200億円を、 有志する体制を敷いた。だが、1995年8月に、兵庫銀行が経営破綻すると、次は太平洋化と風評が立ち預金の流出が始まり、また、地価の下落に伴う担保割れも続出した。この最中、1996年3月には、大蔵省と日銀が桜銀に処理の決断を促していたところ、 同年3月29日の東証五場取引終了直後、四都銀によるブリッジバンクの設立構想がマスコミによってすっぱ抜かれた。これが直接の破綻の引き金となった。破綻直前における太平洋銀の総貸し出しの2割強が暴力団、フロント企業向けだった。中でも破綻の最大の原因となったのは早坂滝地が率いる。 最上高3グループへの大幅な貸し込みだった。小林社長は太平洋銀の前身である第一総合銀ではほぼ一貫して総務畑で、総会や党との接触はもともとあったものと思われ、1980年代には総会やへの融資が始まっており、この右翼系暴力団との付き合いに手を焼いていた。その調整役として間に入ったのが早坂で、 小林社長は早坂に借りがあった上、早坂の言っている大規模な地上げの収益率が高いことに着目し、早坂との共同が加速した。この癒着を背景に、最上高産向け貸し出しは1000億円を超え、その大半が不良債権化。早坂以外のフロント企業向け貸し出しも1000億円、近い規模に上り、当時預金量6700億円程度の太平洋銀としては、 破綻を避けることは不可能だった。破綻後1996年6月、桜銀が100%出資しが愛車して沸かしお銀行を設立。同年9月、太平洋銀から若菓子銀に営業譲とされた。この際、預金保険機構から1170億円もの金銭贈与が行われた。同年10月25日、太平洋銀は解散。 2000年9月29日には生産も決了した。和菓子お銀は地域金融機関として営業を続けていたが2003年3月に親会社の三井住友銀を逆さ合併し、和菓子お銀が三井住友銀へ称号変更を行った。このことにより、くしくも旧大日本無人の流れと日本無人に参加しなかった総合無人の流れが 一つの銀行として誕生することとなった。ありがとうございます。